寝てた。寝てました今、はい、大丈夫寝起きで。大丈夫、本当に今ソファーでちょっと待ってる間に落ちちゃってました。すみません。というわけで、じゃあよろしくお願いします。本日のゲストは元カリカのマンボウヤシロさんです。お願いします。マンボウヤシロです。よろしくお願いします。いやもうお忙しそうで。いやいや全然です、うん、全然。そして結構久しぶりやね、かなり。もしかしたらですよ、僕個人的な記憶でいくと、うん、R1 の予選とか。あ、そうかもしれない。うんうんうん、なんか出番が前後ぐらいだったかもしれない。あったあった。3回戦か、うん、準決かなんかで。もうじゃあ結構前だな、そしたら2013年とか、うん、その辺の前後かもしれないですね。うんうん、そうか。で、今現在の肩書きとしてはどういう風に名乗ってんの？肩書きは一応、うん、芸人辞めた時は脚本家演出家みたいな形で名乗ってたんですけど、うんうん、あんまりそっちの仕事が増えてない時に、うんうん、ツイッターとか SNS のアカウントの自己紹介からは脚本家演出家とか切っちゃいましたね。切ったんや。はい。うん、なんか別に特に決めなくていいかみたいな感じで、プロフィールにはでもあれです、うん、会社のプロフィールには脚本家演出家です。あ、そうなんや。 もちろんあれやんね、吉本に席置いてるわけやんね。そうですね、芸人辞めたのが2016年なんですけど、そのタイミングでラジオ東京 FM さんで番組をやってたって、うんうんうん、NHK さんの鳥取でラジオとロケ番組やっていて、うん、でそちらの両局とお話しした時に、まあ、番組が終わるまではやってくださいみたいな感じで。あ、なるほど、うん、はい、やっていいという許可もあったんで、でそのまま今もそれは3つとも続いてるんですけど。すごいね。で、なんか一応その番組がある以上は垂れ真似だったんですよ。その吉本に所属した状態で。ああ、はい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 。その名残でそのまま来てる感じですね。なるほどなるほど。で、まあ、もともとは、カリカで97年結成と、これウィキペディア情報ですけど。合ってます。はい。まあ、高校の同級生の林くんと、最初はあれやんね、渋谷公園通り劇場やんね。あ、そうです。はい。うん。結構カリカって、すごい独特のコントやってて、ちょっとライブとかで一緒になってもすごい笑い取ってたし。で、まあ M1 とかキングオブコントでも、な、準決勝ぐらいまで行くじゃない。なんか、笑いは本当に、取ってないことの方が多いと思います。うん、あ、本当？なんか、受けたり滑ったりが結構安定してないというか。なるほど。賞レースも準決に行くときと、2回戦ぐらいでパンって落ちるときと、結構どっちかでしたね。ああ、そう。へえ、はい。じゃあ、結構俺が会うときは良かったんかな。そうかもしれないですね。うん。あんまりだって他にないコントやってたから、見たときもお客さんに伝わりきってないのかなみたいなときはね、見たことあるけど。あ、そうですね。なんか、なるべくやってないネタやろうっていうふうに思って作っていたのと、うん、練習すごい嫌いっていうのと、うん、そうない。なんか一回作ったら書き直さないんですよ。うん、ああ、そう。へえ。なんか、受けないな、もうちょっと手直ししたら受けるかな、みたいなやつも、意外とそんなに直さないまま、めんどくさいから言っちゃえばいいかっていう。でもなんか、俺の周りのイメージやけど、やっぱりちょっとカリカって、やっぱり、その芸人受けというか、やっぱり面白いと思ってる人多かったと思うし。芸人受けとか、狭いお客さんしか狙ってなかったっていうのも。あ、もう、もともとそっち狙ってたんや。そうですね。で、もちろん売れたい気持ちもありましたし、自分たちが面白いと思ってやってたんですけど、うん、なんかちゃんと受けるネタって向き合うのってすごい時間かかるじゃないですか。いや、まあね。うん。間だったりとか、うん、まあ表情も含めてというか、細かいところ突き詰めるとね。ネタのアイディアとか設定とか構成力よりも、やっぱりちょっと結局は演じ方だったりとか、そっちの方に、入ってくる作業があんまり好きじゃなくて、うちらは発想である程度だから受けても滑っても、あ、こういうネタやったんだ、やってんだって同業者の人は理解してくれるんで、うん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 、もうそっちだけでいいかみたいな感じでしたね。じゃあそこも林くんの方も考え方は共通してたよね。林は、いや、もうちょっとは売れたかったと思ってたけど。そうか。そうかそうか。なんか僕ももちろんそれをやってりゃある程度もっと売れると思ってましたし、うんうんうん、考えが甘いというか、
二人とも、まあ相方はもうちょっとちゃんと考えてたと思いますけど、あと僕はなんかデビュー2年目ぐらいから会社の人にあの長いものを作った方がいいってことで結構お芝居書かせてもらったりとかしてたんですけど。あ、そう。ほうほうほう。で、だんだんもう解散する 3,4 年前からは5分ネタとか10分ネタとかっていうのはあんま作るのが楽しくないというか、うん、2時間ものの単独ライブとかをずっと作ったりしてる方が楽しくてそっち行っちゃったのもありまして。あ、そう、うん、それが相方からはなんか、うん、だるいというか、うん、散々作るじゃないですか、もう10年前後ぐらい下手したら、ね、作るね、うん。で、なんか、その、もうちょっとサイズの大きいおもちゃみたいなの渡されちゃうと、僕勝手に思ってんのはもうチャンピオンだからいいですけど、カモメンタルのウダイ君とかも、劇団やったりしてるのは、うんうんうん、なんかやっぱり ネタ作るよりも、やっぱりそっちの尺、長尺いっちゃって、そっちの楽しさ知っちゃったんじゃないかなと思うんですけど。なるほどね。だから今、コンビの活動よりも劇団の活動の方が主になってんのやね。それなんで相方からは本当になんか5分から10分のネタをちゃんと作ってほしいみたいなのは当時の吉本の担当の人となんか3人で話し合いがあったんですけど、うーん、あの作りたくないっていう風なことを伝えて言ったんや言いました。そのそこで作るって言ったら作んなきゃいけないんで。いやでもその例えばまあ難しいやろうけど長尺の中で例えばショーレース向けにここ3分4分切り取ってとかっていうのはやっぱ難しかったんかな。あ、それは、うん、最後の方はそれ一回やってみたりもしました。で、まあ、もともと短めに作ってるネタじゃないからね、伝わりきらない部分もあるやろうし。そうなんですよ。なんか結局、うまく調整できなかったと言いますか。まあ、そんな中でカリカやってる間で一番良かったなと思う時期って、どのぐらいの時？一番良かった時期？うん。仕事的には、確かにスタートを割と調子よく活かしていただいて、うんうんうん、でその後になんか3年目ぐらいの時に相方がいきなり、こう、本当に打ち合わせ中に行方不明になるというかですね。打ち合わせ中に？はい、いなくなったんですよ。なんか、急にファミレスで怒鳴って出てっちゃって。二人でネタ合わせしてる時にってこと？作家さんもいました。おうおう。5、6人でライブの打ち合わせしてるときに、うん、急になんか月末が怖いんだとかなんとかっていうことを言って、そしたら追っかけてった作家さんから連絡が来て、ちょっとなんか借金をすごくしてたらしくてって言われて。はい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 。で、なんか闇金にも手出してたみたいで。で、うん、なんか本人辞めるって言ってますっていうのが、ほんと3年目ですね。うん、3年目ってあれ渋谷公園通りとかの頃その後その後渋谷行って銀座行ってぐらいかもしれないですね、うん、へえ、おうおうおう、うん、で1年間は一人でカリカヤシロとして作家やったりなんかちょこちょこ仕事しながら1年やってた感じですね、うんうん、それってあのほら林くん一回タクシー運転手になるみたいな。あ、その時です。あ、その時か。はい、タクシー運転手やってちょっと借金一回返すわみたいな時期があったよね。はい。まあ結果的に戻ってくるじゃない。そうですね、戻ってきて、うん、一緒に住んだりしてた時期もあるんでみんなで。ああそうなんや、うんうんうん、その辺はなんか割とまあいい時期かもしれないですね。なるほどね。まあお互いね覚悟を持って待ってた方と覚悟を持って戻ってきた方やもんねそれはな。そうですね。でその後ちょっといろいろトラブルが続いて、仕事のこととかプライベートも含めてお互いこう、うん、お互いが絡んでる状態でトラブルがあったりして、ちょっとこう、うん、ギクシャクすると言いますか。あ、そうなんや。はい。そんで、でもその後後半はそこまで変なギクシャクもなかったような気はしますけど。で、まあまあ、結局2011年に解散になるわけやけど、それは、はい、やっぱ林くんが辞めるっていうことで。そうですね。うん。なんか、僕、フジロックに行ってたんですよ。ああ、フェス芸人やもんな。うん。はい。で、フジロック行ってて、ちょっと、雨降ってて、氾濫してる川に酔っ払って飛び込んじゃいまして。うん、よく生きてんね。で、本当に、あ、入った瞬間は、死んだって思ったんですけど、うん、見てる人からすると、なんか3秒ぐらいで十数メーターバーッと流されてったらしいんですけど、
でっかい岩に当たって止まったんですよ。ほう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 。でそれで助けてもらいまして、近くにいた人に。でもそこでもう要はちゃんと動きが止まったから、でも結構な衝撃やったやろ。衝撃ありました。ほう。でわーあ、もう何が起きてるか分かんないですけど、とにかく体中が痛くて、うん、で真夏なんですけど、入った瞬間に冷たすぎてちょっと心臓も苦しくなるような衝撃があって、うん、でその日はちょっと帰ることができなかったんですけど、一切体動かなくなりまして、車の中で10時間ほど休んでたんですよ。自分の車？知り合いの車です。おう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 。そしたらマネージャーから連絡が来て、おう、林さんが川に落ちたって言って、うん、いやもう何そのシンクロ、シンクロ率高いな。おい、何それって言って僕すごい笑っちゃったんですよ。おお、自分も落ちてたところやからな。はい、あなたも落ちてんのかって言ったら、うん、マネージャーが泣き出したんで電話で。あらま、あれって思って、これ死んだのかなと思ったんですよ。そうやな、林さんが川に落ちまして、で僕笑ってる時に急に泣き出したんで、うん、何何っつったら、いや聞かなかったことにしてください、僕が今泣いてんのもなかったことにしてくださいって言うから、いやそれダメだろっつって、うんうん、なんだよって言ったら、林さん辞めるっていうことらしいですみたいな話になりました。え、ちょっと待って、あ、そっちかいってなりまして。はい、それ飛び込んだって、飛び込んだ要 は、これが本当に、この僕も聞いたときよく分かってないんですよ。おうおう、林が川に落ちたっていう情報と林が芸人辞めるっていう話がセットだったんで、今全然イコールにならないよね。だってね、ならないです。で、どうしたんだって聞いたら、何箇所か骨を折ってしまってて落ちてて、でそれも含めてちょっと精神的にもその前からちょっと悩んでたこともあって辞めますっていうことだったんですよ。じゃあもうその川に落ちたという情報はあるけど、自己的に落ちたのか、はい、自ら飛び込んだのかは分からないってこと？全く分からないです。で、うん、後日相方に会うんですけど、うん、その時に全部話を聞くんですけども、うん、まだ10年前なんでスマホとか多分ない時なんですけど。そうやね、ガラケーとかやな、うん、そうです、出てきたばっかりぐらいですね、スマホが。うんうんうん。でその時に僕たちの実家って千葉の田舎で、うちの相方の方がもっと田舎なんですけど、うん、家の電波すごい悪いらしくて、夜に電波探しながら歩いてて怒ったらしいですよ。あるあるある。何それって何ですか。でなんか荷台持ちかなんかで、うん、上見ながらこうやって夜田舎で歩いてて、うん、結構高いところから川に落ちたらしいんですけど、川辺みたいなところに、うん、携帯を離すことができなくて、そのままこう一切手つかずに落っこったらしいんですよ、高いところから。うわー、そうなんや。よくさ、はい、無事やったよね。それで結構俺、そうですね、だって夜やろ、でしかも骨折れるような。でそっからはもう辞めるって決まってるわ、周りにもいろんな仕事の都合で言えなかったりするわ、うん、相方骨折れてるわで、うん、その入ってくる仕事をこなす3ヶ月ぐらいはなんか地獄だった記憶です。いやしんどいよねそういうのね。はい、なんか言えない、あるじゃないですか。あるある。うん、あの時間が一番ちょっと気持ち悪いというか、くすぐったいというか。いやもう2人ともよく生きてるよね、本当。いや本当思います。でなんかさらに川の時も別件でお母さんから連絡が来て、うん、で今新潟にいるみたいなことで、それは家賃の滞納かなんかの電話が親に行っちゃいまして。あ、なるほど、うん、で親からの電話だったんですけど、なんか大丈夫みたいなこと急に言われて、その、うん、いやお金なんとかなるし大丈夫みたいな、いやお金じゃなくて体って言われて、いやなんでって言ったら、うん、そのこれ本当なんですけど、うん、うちのお母さんが見た夢っていうのが、湖があって、湖のほとりに、僕と林が二人で喋ってて、で、遠くからお母さんが見てて、何の話してるかわかんないんですけど、そこに死んだおばあちゃんがやってきて、途中から三人で喋ってるって言うんですよ。ほう、ほう。で、そんな夢を見たって言われて、で、僕がフジロックで川入ったことも心配させたくないんで言いませんでしたし、相方が川のことも親に一切言ってないですよ。うん、それでもうちの親がそんな夢見たって言われて、
マジで藤井さん言ったみたいに、僕はどっちかが知らなくてよかったなが一番強く思ったんで、うん、解散がそんなにこう大きいことじゃなくなったというあ、そう、はい、あのお母さんでもともとそういう不思議な力発揮するタイプではなくて、あ、全然そんなんじゃないです。占いとか好きですけど、全然そういう感じじゃないです、はい、じゃあ余計にやっぱりドキッとするよね。普段からそういうこといっぱい言う人やったらあれやけどさ、はい、ドキッとしました。で、あの、うん、なんか死んだお父さんが出てきたとかおばあちゃん出てきたみたいな話はたまにあるんですけど、僕と相方がセットでって話は初めてだったんですよ。はあ、すごい話やなそれ。でも、まあ、林くんは引退して、八代くんは続けることにしてさ、はい、な、別にコンビ新しく組もうとは別に思わず、そこは、そうですね、なんかちょっとこうさっきの林の辞めると言った理由も、理由っていうか、うん、まあそのきっかけだけ話しちゃいましたけど、うんうん、あのまあ多分そのネタを僕が短いの作んないこともストレスだったと思いますし、うん、僕が10代向けのラジオをずっとやったりしてたこともあったりとか、あと2011年に地震があった後に、それまで単独を大きくしようっつって1年に1回いろいろスタッフさんにも協力してもらってやってたものがあるんですけど、うん、その単独だけはまあ本当に何千人何万人って入れるまで頑張ろうって続けてた3年目か4年目だった時なんですけど、うん、どうしても自信があって、うんうん、ラジオやって僕は全国の10代に喋ってたりするんで、うん、で東北行ったりする機会も多かったりとか、うん、ちょっとこう地震とか原発に対しての向き合い方みたいなのがコンビでずれてきたのもありまして、あ、そう、うん、はい、で僕が単独ライブで思いっきり東日本大震災をテーマにした単独ライブを2時間やったんですよ。うん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 。で多分それも相方はすごく解散の決め手の一つになってるというか。ああ、そうか、うん。はい。作るものが変わっちゃったっていうことで。そういう多分メッセージ性とは切り離してきっと我々やりたかったのかな、はい、と思います。うんうんうん、はい。でなんかコンビってやっぱり本当に難しいなってその解散の時に思いまして、うーん、でなんかやっぱり人生背負い合うというか、まあ寄りかかり合うというか責任持ち合うというか、少なくとも同じ方向を向いてないとあかんもんね。だってでなんかそういう家族とも近いじゃないですか。そうやね、うん、なんか、まあ、大事な存在ですけどストレスにもなるというか、なんかこうもうこんなに誰かと人生を少し重ね合うのはもういいかっていうふうに思った。ああ、そっか。あ、でまあピンで続けていこうってなったわけね。はい、そうです。その時は別にあの芸人辞めようなんて思ってなかったわけでしょ。思ってないです。なんか好き勝手やろうと思いましたし、うん、タレントになろうと思ってディレクターとか作家さんとめちゃくちゃコンパとか行きました。そうなんや。食事会とか、うん、もう本当にちょっとげっすいディレクターさんとか作家さんとコンパとかを吉本の芸人とかとやって、うん、その人たちがお持ち帰りできるように頑張ったりとかもありましたし。おう、なんか懐かしの時代の話やな。うん、ありましたよね。そうね、時代はね、うん。あとはもうちょっとちゃんと本当に下世話な感じじゃなくて、可愛がってくださってる方々とも、あの、うん、社交的なことをちゃんとご飯食べ行ったり、お話聞き行ったりとか、アドバイスいただいたことをちゃんとやってみたりとかっていうようなことを一年やって、なんか、そうですね、ネタもやって、テレビもちょこちょこ出させてもらうことにありがたいことになったりなんかして、うん、うん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 。よかったんですけど、なんかやっぱりネタをやる上で、うん、どう考えても2人の方が受けるのに、なんでわざわざ1人でやんなきゃいけないんだろうとか。うん、そうやな。めっちゃありません、これ。わかる。うん。まあ、人によるのかもしれないけど、はい、やっぱりその、あの、絶対的な笑いの分量で言ったら、絶対コンビの方が多いもんね。そうですよね。うん、それは思うな。なんか、
お客さんとか見てる方もちょっと誤解してますけど、うん、R1 とかキングオブコントとか、うん、M1 とか賞レースがそれぞれあるんで、うん、ちょっと麻痺してますけど、本来寄せじゃないですか。あ、そうね、うん、僕たちって全員、うん、その寄せってコンビでもトリオでもピンでも受ける量によって仕事変わるじゃないですか、うんうんうん、寄せにピンで出てる芸人とその時思ったのは全員頭おかしいんじゃねえかなと思いましたね。よく一人で勝負してるなと。こんな不利な試合ってなかなかなくないですか。でもまあ寄席で言うたらさ、そもそものメインは落語家さんやんか。はいはいはい。まあ一人喋りというか。でまあ有名な話だけど、文珍師匠なんかとんでもない笑いの量取ったりするやんか。はいはいはい。まあでもそれは稀な例になっちゃうのかな、そこは。まあ、落語というジャンルなのかもしれないですけど、うん、ああなるほど。なんかでもやっぱり本当に不利だなと思いましたし、あとやっぱり2人でも練習しなかったものを1人になって練習するわけないなというか。そうか、余計にな、はい、コンビやと相方のためにやらなあかんみたいなのがなあるけど。そうですね。じゃあんまり一人でネタやるのは好きじゃなかったのね。好きじゃなかったです。まあ、頑張ってみようって何とか作ったりもして、なんかこう突破口見えたりもあったんですけど、うんうん、ピン芸人になって4年、5年ぐらいの時ぐらいですけど、うん、なんかあんまりやらなくなってしまって、ピンネタを。で、なんかネタやってないのに芸人って名乗ってることのちょっと気持ち悪さが自分の中で生まれてきて、で、あとなんかそのテレビの付き合いみたいなのももともとこう自分はこれやれないなと思って、そういう人間関係の付き合いもやめてしまい、あ、そう、うん、で、あとやっぱりどんなにコンビのギクシャクしてる時期でも変な現場行った時に、いや、あのスタッフ失礼だよなとか、いや、これ本当面白くない現場、これどうしようかみたいな、うんうんうん、それをなんか共有できる人が誰もいない現場にずっと行き続けてって、たまにあるじゃないですか。うん、たまにあるじゃないですか、そういう本当に、いや、これはきついわみたいな。どうしようもねえなみたいな現場ね。うん、はい。で、なんかそういうのの積み重ねプラス、スマホも普及してきて、表に出てる仕事が決して得じゃない世の中に見えてきたというか。じゃあ、あのさ、ブラマヤの番組出たじゃない、熱々。はい、はい。で、俺もずっと見てて、はい、で、八代くんが出た時に、吉田が、じゃあ例えば、5年後にサイコロ振って、はい、はい。1出たら、続ける、はい、それ以外やったら引退するみたいなんで、はい、でそこに八代くんが乗っかってさ、それやりますって言って、はいはい、まあ、一応そこめがけて活動してたわけじゃない。はいはい、で俺も今でも覚えてるけど、ツイッターで情報が入ってきて、結局そのライブが近づいた時にそのサイコロを振る前にもうやめるって言って、はい、俺めっちゃかっこいいと思ってんけど、要はサイコロに委ねるんじゃなくて、はい、自分の意思でやめるって言ったのがなんか痺れて、それは今言ってたみたいなことの積み重ねがそこに向かって進んでいったってことなのかな。そうですね、うん、初めはもう本当に吉田さんの提案も面白くて、うんうん、せっかく芸人やったんだからサイコロで芸人人生決めるのとかも面白いですし、うん、あとはやっぱりそういう1位が出なかったら芸人辞めるっていうトピックスで仕事をもらったりとかっていう、ちょっとこうお笑い的には経済を打って仕事もらうような、いや、まあまあな、はい、なんかドーピング的なことで、うん、それでもなんとか頑張って一出して売れたいなと思っていたんですけど、うん、さっき話したような本当に確かにいろんなことが積み重なってきて、うん、なんか結婚して落ち着きたいなとかって思った時期でもありまして、あ、そう、うん、はい、30後半ぐらいだったと思うんですけど、うん、なんか顔が割れてるって生活しづらいなとか、うん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 、なんか子供に対してもあんまこうブサイクみたいな出方もしてたんで、なるほど、うん、とかいろいろ考えたりとか含めて、サイコロが1出て 100% よっしゃって言えるかっていうことをなんか 2,3 ヶ月ぐらい前から、ほー、嬉しいんですよ。イメージして嬉しいんですけど、うん、一番初めに吉田さんに言われた時の興奮と、そこに向かって自分がどんなことしてもピン芸人として売れるっていう情熱が、あれ、2、3年執行猶予というか、
猶予期間があってそこに向かってやってたんでその間におそらくそのモチベーションというものが削れてたのを実感して、うん、あ、これはなんか振ってやめるやるとかじゃないなっていう気持ちになりまして。そのイベント自体はやってんやったっけ、サイコロ振るイベント。はい、サイコロ振るルミネで単独ライブをやって、その最後の月に振るっていう予定でした。うん、うん、でその単独ライブやって最後に振らなかったの、うん、はい、振らなかったです。振らずにもうやめますって言ったわけ、うん、あ、そうです、あの次の日に、うん、もう自分の中では決めてたんで2日間単独ライブやらせていただいて、で、うん、次の日にすいませんサイコロ振ってるんですけどやめさせてもらいますっていうつぶやきだけでやめました。あ、もうツイートでやめたんや。はい。あ、そうやったんや。だから1位がもし出たら続けなければならないなみたいな気持ちになっちゃったのね、きっと。そうですね。うん、なんかどっちでもいいかなって思っちゃいました、多分3ヶ月ぐらい前の段階で、うん、あ、1が出て続けるのもいいし、1が出なくてやめてもいいかと思ってたんで、うん、で、なんやったらそこでまあ芸人辞めますって言って、なんかその芸人の看板を下ろしてからの方が忙しくない？いや、そうなんすよ。それがさ、ずるいなと思って、はい、先輩いや、だからあのやっぱりさ、はい、芸人の肩書きにこだわる人がねやっぱり多いじゃない、どうしても。はいはい、自分のかっこよさを求めてるというか。でも実際そうやってこう自分の立場をフラットにして忙しくなるっていうっていうことは、きっとあの八代君にしか分からん部分があるかもしれんけど、じゃあ芸人の肩書きって何やと思う？芸人の肩書きはやっぱり覚悟だと思いますし、 あの芸人という自分が名前を名乗って生きてる時と今ではその生活の時の選択の基準も全然違いますし、うん、あ、そう、うん、はい、やっぱり結局芸人って名乗って生きてる人たちにしか到達できない世界観があると思ってますけど、うん、使う側だったりとか世の中の人っていうのは本当に年々そこの境はどうでもよいというか。そうやな、うん、はい、これ多分10年前はまだ芸人とかの肩書きも作り手側もそれから受け手側もあったんですよね、多分、うんうん、もうこの YouTube 出てきたりとかスポーツでもお笑いでも何でもいいですけど、それから肩書きでこのジャンルの人はこの仕事するみたいなのが急速になくなったので。そうやね、ここ数年ね。で、僕は確かに、うん、例えばなんか3年ぐらいお願いランキングの声やらせていただいたりしてたんですけど、うんうん、それはなんか表の仕事は結構断ってる中でもラジオやってるんで声の仕事だったらどうですかって言っていただいてやったりとか、うん、で脚本もいろいろやらせてもらったりしてるんですけど、なんかやっぱりでも芸人として出る番組はほぼないですし、うん、なんですかね、こう後悔はありますね、芸人という名前を捨ててしまったことに関しては。え、そうなの？そうなんや。はい。あ、そう。どんな時に後悔する感じる、それを。もしこの先自分がテレビに情報番組とかから始まって、もしかしたらバラエティも含めてもう一回出れるチャンスみたいなのが来たとしても、うん、結局それはもう芸人として出てるわけじゃないですし、うんうん、まあもしかしたら知名度上がってお金もらえてっていうのがもう一回来た時になるかもしれないですけど、うん、なんかそれってもう何者でもない状態で出てお金もらってるだけじゃないですか。ああ、そうか、うんうんうん、まあ、もうあれだったら自分がもう一回芸人やりますって声を上げて勝負すればいいだけなんですけど、うん、そのネタをもう一回やるつもりもなければ、その現状今の状態でも芸人とユニットのネタライブなんかはやれちゃうんで。そうやんな、多分誰かに頼まれたらコントのライブとかも出るやろうしな、はい、うん、はい、でも本当に文句言う人がいないんですよ。そうやろうな、お前芸人辞めてんのになんか舞台でネタやったりしてるらしいななんていう人がもう今の時代誰もいないんで。昔はいたよね。いました。うんうんうん、それなんて何でもやれちゃうっていう、もう肩書きどうでもいいんですけど。ああ、肩書きどうでもよくて今すごく自由で、まあ、やりたいこともやれてるけど、はい、やっぱりでもその肩書きを捨てた後悔はやっぱちょっとあるんやな。あります。
今からやり直しても多分ずっと続けてた時の芸人のしてのやしろという名前だったりとか、うん、同業者とか、うんうん、例えば僕が辞めてる間に出てきた後輩っていうのは僕はもう得体の知れない辞めた人であってでもやっぱりどのジャンルでも長く続けてる人たちの凄さみたいな、うん、あるじゃないですか。なんかあるある、うん、音楽好きな人は知ってて一般の人は知らないけど、うん、あのアーティストかっこいいよなとかっていう、その音楽でも俳優さんでもお笑いでもどのジャンルにもそういう人たちがいるのに、うん、なんかそれ、うん、それを手にすることができた可能性があったのに、こうなんかノリで手放してしまったなっていう。ああそうなのか、なるほどね。いや聞いてみな分からんもんやな。さっきさちらっとさ、あの芸人辞めた時は表に出る仕事ちょっと断ってたって言ってたでしょ。はい。今はもうそういうことはないの？あ、今も基本的には断ってます、うん、あそうなんだ。それこそアメトークさんもちゃんと断ったんですけど、うん、その総合演出の梶さんが辞めてますって言ったんですけど、いや関係ないって言われて笑っちゃって、うん、言ってたよね本番でもね、はい、そうなんですよ、うん、で結構な覚悟持って辞めたんですよって言ったんですよ、うんうん、そしたら、いや、うん、俳優とかも出てるんだから、うん、じゃあ脚本家として出りゃいいじゃんって言われて、まあそう言われたら断れないよね。そうなんですよ。で、うん、現役の時お世話にもなってましたし、で出させていただいて何回か辞めてからもありがたいことに出てるんですけど、うんうん、あとはなんかその音楽のつながりがある方のあれでちょっとそういう番組に出たりはありますけども、うん、基本的には断ってるんやね。はい。じゃあまあその例えばコントやるってもしなってもやっぱ昔からのつながりがあったりして頼まれたらみたいな感じかな。コントはテレビということで言ったらまあないですけど、うん、舞台とかでは一昨年ぐらいにもう犬の心のおしみくんとか、うんうん、コメンタルのうだいくんとかともう勝手にやっちゃいました、うん、僕は。そうかそうか。はい、なんか楽しかったなって感じしますね。うん、もうこれは単純に脚本家として元芸人の脚本家として舞台で芸人と一緒に、立たせてもらってやってるって感じですね。そうね。あんまりこう肩書きとかにとらわれない時代にもうなりつつあるもんね今はね。はい。で誰がお笑いやっても別にいいもんね。いいと思います、うん、ただその僕自身はどんなにこうネタをもう一回やったとしても、うん、その当時自分がやってた時のあの覚悟だったりとかそういうことを考えるとやっぱりその芸人だとは口が裂けても名乗れなければ、いや自分はこううまくやれるんだとか面白いネタが考えられるんだみたいな気持ちにはやっぱりなれないというか、やっぱり続けてる人じゃないと、その職業を名乗り続けてる人じゃないと、なんか持てないプライドみたいなものが多分あって、うん、なんかさっきの話になっちゃいますけど、それをこう安易に手放してしまったってことがすごいもったいないし悔しいですね。なんか。じゃあちょっと辞めてから結構自分の中で大きなものやったって気づいたのかな？芸人っていう肩書きが、はい、うん、はい、肩書きがなくなって本当に何年か年々感じてってる感じですね。あ、そっか。へえ。なんかもうそんな風に思ってると、まあ俺個人的には思ってなかったな。なんかそのいろいろこう何ちゅうかな、立場を先取りしてというか、まあ、さっき言ったみたいに外したからこそ自由に動けてるみたいなところを、なんだったら謳歌してるのかなと思ってたからさ。はい、なんか、うん、まあ、楽しくはやってるんですけど、うん、でもやっぱりなんか、こっちはこっちで、やっぱり脚本家としてまだ成功してないっていうところが一つ気持ちがこうブレてるところだと思いますけど、うん。あ、そうか。そういうところもあるのか。はい。うん、これが脚本家として、今、ようやく本当去年ぐらいから少しテレビのドラマ参加させてもらってるぐらいなんで。これがこう、本当にサイズが大きくなったり、いいものが書けたって自分の中で納得いくものが出てくると、なんか、うん、お笑いやってた時みたいに、こうなんか仕事と職業と気持ちがちょうどこうぶれずに存在できるような気はするんですけど、最近はなんか相方の時もそうなんですけど、芸人辞めるって言った仲いい同期も後輩も一回も止めたことないんですよ、もともと。なんか責任持てないというか。わかる。俺もよう止めない。辞めるって言ってる人間を。止める人のあのピュアさというか、アホさというか。
わかる。すごいですよね。あれはあれですごいというか。まあ、中には本気で言う人いるもんね。お前やめんなよって。はい。責任持てないもんね。なんかそ、ただ僕ほんとこの2年ぐらいは、うん、相談された人に辞める必要ないって全員言ってます。うん、あ、本当。はい。舞台に立たなくてもいいし、何もしてなくてもいいから、芸人って肩書きだけ残してサラリーマンやってもいいし。ああ、なるほどね。うんうんうん。はい。今は肩書き残しといて、うん、サラリーマンをやっても許されますし。今そうやんな。逆にさ、こういう生き方してる人もいますよって、ちょっとスポット当たったりするもんね。はい、副業持ってると。はい、はい。で、その人が1年間とか2年舞台でネタやってないなんて誰も興味ないですし。だから僕も、だから本当に世の中っていろんなことにみんなそんな興味ないというか。そうやな。だからその人が肩書きだけ残してて、仮に吉本辞めても芸人だってちゃんと言っていて、ネタを作ったり1年に1本だけでも作ったりとかで、3年後にもう1回やってもそれは芸人としての芸歴が残ってる状態なんで、僕はだからもうみんなに、いやいや、まあ辞めなくていいんじゃないって言います。はあ、なるほどね。そうしとくことによって、なんかいつでも戻ってこれるしね。で、なんか新しいもので成功したときに肩書きだけしれっと取ってもいいでしょうし、まあ、もちろん肩書きを捨てるっていう意味で覚悟を持って新しいとこ行きたいって人はそれでもいいと思うんですけど、もうなんか好きなように肩書きも今は、あ、もちろんなんか少なくても何年ぐらいやってみたいな気持ちはありますけど。まあまあそうね。ちょっと始めたての子が芸人って名乗りながら他の仕事全くやってたら、それはちょっと違うやろとは思うけどね。そうなんですよ、うんうんうん。でもなんかそんなのも、あと10年ぐらいしたら、そういうことすらもなんかないのかもしれないですね。ああ、そうやな。なくなっていくかもね。そういうところの、はい、こう線引きがね。はい。ちょっと話戻るけど、なんかコンビ時代にもうちょっとこういうことやっときゃよかったみたいな後悔はあったりする？やっとけばというか、もうちょっと売れたかったなって気持ちですね。そうか。はい、いや、まあ、例えば、もうちょっと売れるために、まあ、さっき言ったみたいにさ、あんまり、ほら、ネタ手直ししなかったりとか、そんなにお客さんに寄せなかったりしたわけじゃない？はい、そうですね。なんか、かっこつけてた部分もありますし、でも、今でも、よく自分が分かってないのは、うん、マスに向かって仕事が評価された方が気持ちいいのか、うん、同業者の人に評価された方が気持ちいいのかって、未だに脚本やってても分かんない時はありまして。それなんで、だから、もうちょっと譲ったらよかったかなとか、もうちょっと細かいところを受けというものとか、技術というものを詰めればよかったかなって思いますけど、後悔ほどではないですね。ああ、そうか。もっと仲良く2人で旅行行ったりしとけばよかったなって。そうか。はい。まあ、でも、もともとはまあ、仲良かったからコンビ組んだわけでしょ？はい。で、やっぱりあの20代にしか出せないノリというか、うん、せっかくお笑いもやってたんだから、もっとこう、二人で遊んだりも良かったのかなというふうには思いますね。まだだってその、はい、カリカ始めた頃は、まだちょっとコンビ仲悪い方がかっこいいみたいな風潮が残ってる時代でしょ。はい、そうです、そうです。2000年代半ばぐらいから本当にそういうのなくなってきましたもんね。本当になくなってきたよね。今みんな仲いいもんね。2005年前後ぐらいから多分なくなってって、2010年前後にはすでに仲いい方が売れるってなってましたもんね。うんうん、そうやな。それこそあの、はい、M1 で優勝した時のサンドイッチマンがまだ一緒に住んでますみたいなんで、我々はひっくり返ったもんね、はいはい。コンビで一緒に住んでるみたいな。あの時代はね。でも本当その辺からですね。変わったね、時代もね。はい。じゃあ、今も若い芸人さんいっぱいいるし、まあ、八代くんも触れること多いと思うけど、なんか、アドバイスとかある？芸人にですか？そうね、若い芸人さん。まあ、始めたての子とか、これから始める子とかいるじゃない。これから始める人に関しては、うん、あんまりお笑いの業界範囲の得策じゃないかなと思いますけど。そうやな。茨の道やからな。はい。何、うん、はい、ですかね、やってる、今やってる人なんかは、でも、誰にも遠慮しないでほしいなと思いますね。ああ、なるほど。うんうんうん。藤井さんもさっきからおっしゃってますし、僕らの中でも、まだ拭いきれない価値観として残ってますけど、うん、なんかうるさかったですよ、周りのノリが。で、僕自身も芸人っぽくないやつの悪口も言ってましたし。うん、うん、
お笑い至上主義というか、うん、狭い村のルールみたいなのをすごくみんなで大事にしてたような気がするんですけど、そうやな確かに、うん、本当に気にしないでもっと暴れればよかったなって今思う。あ、でもそれが後悔かもしれないですね。あそうか、はい、そうやな、やっぱりどうしてもスタッフさんの顔色を伺ってたところもあるしね、当時はやっぱり、はい、うん、先輩があとめちゃくちゃ怖かったですねやっぱり。なんか俺いつもこの話なんだけど、東京吉本の上の世代の人ってみんな怖くなかった？怖かったです。うん、でもそれこそ大阪から出てきてる兄さん方も怖いイメージです。ああそう、はい、うん、なんかもうあの辺の世代の人は僕、うん、皆さん先輩怖いって感じですね。ちょっとその芸人とはっていうその哲学が強かったよね。そうですね、そうですね、うん、怖いっていうか本当哲学で、もちろん挨拶は当たり前ですし、その何時に呼ばれても行くとか、うん、あそうね、うん、このあとバイトなんです、知らねえよみたいなね、はいはいはい、うん、借金してでも遊べ、ちょっと借金ぐらい作ってこいぐらいのことも含めて、なんか本当そういうちょっと異次元なというか。確かにね。でもそれはそれでなんかこう浮世を離れられるというか、芸人としてはまあいい修行なのかなと思いますけど。確かになんかね、あ芸人やってるなっていう感覚はあったよね。はい。まあ良かったのか悪かったのか今でもちょっとわからないけど、それは。はい、うん。そういう今うるさい人はもうどんどん減ってきてるから、遠慮せずにやれと。はい。うん。あでもそうかもしれない。まあちなみにやけど、今は林くんと連絡取ったりすることあんの？今一緒にニューカリカっていうのをやってます。うん、何それ？ニューカリカ、え、コンビ？コンビです。あいや俺ヤシロ君のツイッター見てプロフィールのところにニューカリカって書いてるから、ニューカリカっていうの何やろうと思ってて、はい、コントとかをやってるってこと？まだやってないです。うん、いつかやるかもしれないです。あの本当におふざけで組んでます。あそうなんや。まだ特にってやったりとかしてるわけではなくて、はい、コミュニティサイトだけ立ち上げまして。うん、そうなんや。であと僕がやってるトークライブにこの前普通に、今ホテルで相方働いてるんですけど、うんうんうん、ホテルの人として出たりとか。あそうやったのか。なんかもともとだって実家が旅館でそれを継ぐ言うて。そうです。そんでもう結構帰って1年ぐらいで旅館がなくなってしまったか、うん、ちょっとご家族の体の体調だったりとかで、うんうん、すぐ早めに東京に戻ってちゃんこ屋手伝ってたんで、うちの相方。ほんであれやんな、スナックカリカもやってたよね。はい、でスナックカリカも閉めちゃって、はい、今はホテルで働いてるんだ。はい、はい、そうです。林くん自体はもう芸人は辞めてんのかな？じゃあ、ああもう完全に、2011年の段階で辞めてますね、うん、精神的には。でもじゃあホテルマンとしてニューカリカでコントをやる可能性はあるわけね。あります。はい、うん。じゃあニューカリカのコントは2人とも芸人じゃない人がやるっていうことに。そうです、そうです。はい、そうか、そう。いいね。めっちゃいいね。なんか、うん、まあ、老後を楽しむじゃないんですけど。ああ、そう。いや、いいな。芸人っていう縛りなしに本当にノールールでやれる何かがあるような気がして、はあ、ちょっと今後の、うん、芸人のそれぞれの生き方につながってくるものがある気がするな、はい、なんかね、もうダメだったらすぐやめようぐらいのことで話して、そのニューカリカっていうのでネタやるとかっていうよりは、うちの相方はそこで YouTube の動画の編集を、うん、腕を上げるのをみんなに見ていってもらったりとか、あとはそこでこの結婚相手を見つける動きしたりとか、あと政治家として本当にどこまでいけるのかっていうトライをしてみたりとか。いやめっちゃ面白そうやん。僕はなんか肉体改造がテーマで、若返りそうなんですよ。若返りの薬が今出てるんで、アプリで、それをちょっと危ないけど飲んでみようとか。危ないんや。手とか脳にチップを入れるのをやってみようとか、その、うん、まあ、実生活でやれるコントみたいなのをそこでやろうみたいな。じゃあ楽しみやな、ニューカリカ。ありがとうございます。うん、またチャンスあったら、林くん紹介してくれる？あ、はい、うん、ぜひ、林もこちらで。マジで？辞めてるだけの人間ですけど、その、特に、本当にただのホテルのおじさんですけど。いや、俺、林くん、いや、林くんも八代くんもそうやねんけど、やっぱりあのリクエストが来るのよ、はい、この辞めた芸人に話を聞くっていう企画やってたら、はい、うん、あそうなんすよ。でまあ八代くんはツイッターやってるの知ってたけど、林くんはさどうやって連絡取るべきかなってずっと思ってたから、
まあ、あいつもなんか職場に言ってないらしいんで。なるほどね。で、ちょっとなんかいろいろビクビクしながらやってるとこがあるんで、本人にも聞いてみますけど、多分全然本当喜んで藤井さんだったらぜひって言うと思います。嬉しい。俺、林くんにも久しぶりに声聞きたいし。あ、よかった。林くんとパイプができた。ありがとうございます。いろいろありがとうね、今日は。すごい最後に。遅刻しまして。いや、とんでもない。寝起きで。いつもちょっと最後に雑な質問になんねんけど、なんか言い残したことある？でもなんか、個人の話になっちゃいますけど、本にしても、ラジオで喋るにしても、ネタにしても、まあ、面白いことやろうって思ってたら、なんとなく自分の中で生きていけるというか、うん、楽しく暇つぶせるというか、うん、なんかそれができてる限りは、なんか暇じゃなくやれそうなんで、気持ちが。うん、作るものとか、喋ることとか、また皆さんに、うん、多くの人にお届けできるようなものが提示できればなと思いますので、その時はぜひちょっと手に取ったりとかドラマ見たりしていただけたらなって気持ちです。あ、わかりました。ありがとう。あと、もし八代くん生まれ変わったらまた芸人やると思う？いやー、難しいですね。やらないですね。やらないか。はい、音楽の人とかの方がいいなと思います。音楽やりたいんや。はい、今度はフェスに行く側じゃなくてフェスに出る側にね。なんかその芸人っていうほどモテないというか、結局俳優とかアーティストの方がよっぽどモテるなと思う、うん、そこ基準ない。はい、そこ基準で。いいね。というわけで、本日のゲストは元カリカのマンボウ八代さんでした。どうもありがとうございました。お世話になりました。おはようございます。ごめん、ひょっとして仕事中？ごめん。違います違います、休みです。大丈夫です。あ、本当？大丈夫。はい、はい、ぜひチャンネル登録をお願いします。